はい、皆さん、こんにちは、ガムシロです。ということで、ゼロ、ぬるいガラスの巫女続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回がですね、このヨミコってやつをクリアしまして、S をまた獲得することができました。で、次がですね、12の雫。彼岸船でいいのかな？はい、じゃあこれを進めていきたいと思います。はい。ミユに助け出されたユーリは、密かの影を追うことを決意する。彼岸湖の霧の向こうに浮かぶ巨大な鳥居のある場所。そこは、水上の宮かな。と、宮か。間違えた。水上の宮かな？どっちだろう。と呼ばれていた。ということで、もう前回ですね、めちゃめちゃ使ったんで、どのぐらい使おうかな。今回も10で、これも1個使って、ここら辺いっぱいいったな。ここら辺いっぱい買っとくか。あ、てか、所持ポイントまあまあないな。これぐらいしとくか。彼岸船。もう船乗っちゃってるよ。密かの影は山の頂に広がる湖、彼岸湖の霧の中に消えた。湖に立ち込める霧の中に浮かぶ巨大な鳥居。それは、みなかみの宮って言うんだ。みなかみの宮にある。密かはその場所にいるのだろう。ユーリは、みなかみの宮に渡る方法を求め、隠れの宮って言うの？夕の宮って言ってた。隠れの宮へと向かう。これどこまであるんでしょうかね。全然、あ、喋るかなんか。全然、調べてないんで、どこまでなんかちょっと分かってないんですけども、ひそかさんは確か山頂のあの湖にいた、あの湖の向こう側に。湖から聞こえていたあの大きな鳥居、あ、見えていたか。湖から見えていたあの大きな鳥居、そこに何があるのだろうか。ひそかさんがそこへ向かったのなら、部屋に何か手がかりが残されているかもしれない。散々調べただろう、部屋は。まあ、とりあえず行ってみるか。遮影機返してもらったんだ、一応。ここか。なんでいっぱい置いてあるんだろう。とりあえずこっちから調べるか。まあいいや。氷上山に伝わる香典かな、香典に水上の、なんだ、水上の宮やったっけと呼ばれる場所が伝えられている。いわくそこは全ての源であり、陽の神が眠りにつく場所である。また山なりに呼ばれた人々は水上の宮を通って神のもとへと旅立つのだろう、んだという。他にも人々の思いや魂をそこに収めることで苦しみから解放されると伝えられている場所、場合もあるか。複数の伝承が重要な場所であると表現している水上の宮だが、それがあるとされる山頂には残念ながら建物やその痕跡は発見できていない。水上という名前からこの山の御神体とされる水の上流水源に近い場所にあったと思われる。山頂にある彼岸湖には一年を通して深い霧が立ち込めている。ごく稀に山の頂に日が落ちるその時、日でいいのかな？日が落ちるその時、霧の奥に大きな鳥居の影が見えるという。もしその場所が水上の宮であるなら、おそらく限られたものだけが
船により近づく行動が許されたのだろう。なるほどね。ってことは夕日が出てる時に鳥居をくぐれば行けそうな感じ。ベッドの下に手帳が落ちている。ひそかさんの日記だろうか。誰もが秘密を持っている。決して言えない秘密。誰にも共有できない秘密。失踪する人は誰にも言えない秘密を抱えたまま失踪する。もしかしたら秘密に押しつぶされて秘密ごと消えようとしているのかもしれない。私の秘密も、そして傷も、いつかユーリに知られてしまうだろう。え？ああ、じゃあひそかさんもなんか持ってんだ、秘密を。でもそこから初めて本当に心を開いていけるのかもしれない。正面から向き合って始められるのかもしれないか。やばい、ひそかさんも何かに押し潰されそうとしてんのか。ちゃんと言えてねえな。とりあえず調べたけど、どうしたらいいんだろう。あ、ちょっとミュウたち見に行くか。寝てるかな。あ、こっちだったっけ。この奥は水回りになっている。ひそかさんのこだわりの大きな風呂は広すぎて私には少し落ち着かない。ここ風呂だったんだ。寝てんのかい。寝てないやん。おらんくない。普段は倉庫として使われてる部屋だが、来客用に。これも見たな。あれ、あの親子どこ行ったんだ。いや、まさかとは思うけど、ひかみや。はっ。あー、取れなかった。もう難しいよ。別にいないな。いいか。結局あの親子どこ行ったんだ。あなたは。は。帰ってこない。あ、あなたはまだ揺れている。行くのか残るのか。え、今ミュウが言ったよね。いや、どういう意味よ。じゃあそう思うなら一緒に来てくれよ。二人で行こうよ。じゃあ母親どうしたよ。ん？母親は家に帰ったのか。じゃあとりあえず私行くよ。あ、はい、いい写真撮れましたんで。じゃ行ってくるからね。店番頼むね。あ、もうここまでは来てくれるんだ。ひそくさんはあの彼岸湖の向こう側にある水上の宮にいる。なんだったっけこれ。やばい、また忘れた。いや、湯の宮でいいや。の宮の中にあった船が彼岸湖なら、ここから水上の宮に、渡れるかもしれない。あ、あったな、なんか、そういえば。確かに。
どこだったっけあれ。湯の宮、ここに彼岸船がある。日名崎さんを助けた時、建物の中にある小舟を見つけた。巫女を乗せた小舟、あれが彼岸船なのかもしれない。あ、ここね。はいはい。どうやって行くか覚えてないけど。結果敵はいっぱい出てくるんだろうね。ほら、まあ、早速出てきたやん。はい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 、うるさいんよ。二つに分かるのやめようや。あぶれ、あぶれ。倒れたぞ。この山は昔の儀式を続けている。ひそかさんが、水上の宮にいるとしたら、それは人柱として。あのブラザーたちはちょっとめんどくさいな。あー、なんだったっけ。もう本当になんかもういやい、湯の宮延期と書かれているこの建物の成り立ちが書かれているようだ。うん、また、あ、もういいや。湯の宮は、3人の柱を祀り、水上より流れし山の、なんて読むんだろうこれ、を守る、なんとかを守る。
人は、地の奥の、なんだろう、なんて読むんだこれ。てか毎回毎回これやばいなと詰まってたら、すいません、ちょっと調べますね。さっきのあの湯の宮もちょっと調べます。すいません。はい、すいません、戻ってきました。湯の宮ではなくて隠れの宮でしたね。もうだいぶ僕の頭が悪いんで、ちょっと湯の宮ってずっと読んでましたけど、隠れの宮ですね。あのオープニングでも言いましたけども、隠れの宮です。はい。で、何ですかね、一人目の地の奥のところは、何だっけ、祠ですね。祠らしいです。はい、じゃあ読みます。一人目の地の奥の祠に、祭り、なんだ、箱を見守り、一人は箱の、祠に祭り、御火を守り、一人は社の中央に祭り、水神を守る。水神の水は、北の、御火が灯された隠れの宮を通じ、あ、これもちょっと調べとこう。すいません。もう一回調べます。はい、すいません。おすましというらしいです。もう一回読みますね。水上の、あ、違う、水上じゃない。水神の水は、北の御火が灯された隠れの宮を通じ、おすましとなりて、山へ流れ落ちていく。水神へ向かうならば、二人の巫女より許しを受け、二つの鍵を持って、水神の巫女の守りを得よう。三人巫女に会わなきゃいけないのか。多分、これ三人ボスを戦わなきゃいけないってことかな。また多分写真を撮れとかそういうやつだな。どこだったっけ。こっちから降りられるのか。ここだったかな。いいや、とりあえずこっちから行くか。もうほぼ覚えてないな。ここ行って、ここか。あ、ここ巫女と戦ったとこだ。また巫女出てくるかな。OK。で、こっち行って、ほんで、で、ここから降りればいいのか。ああ、ここあれだ。あの、なんか、棺があったとこじゃない？あ、ちょうど合ってたんじゃない？間違えたかも。ここじゃないわ。こっちだわ。失礼します。で、ここ行って。あ、そうそう、思い出してきた。ここだ。あった。ふっ。水に佇む花嫁。船の中に何か残されている。
なんかまだ取らなきゃいけないのいっぱいあるんじゃない？水の流れる文様が入った、白い本、あの花嫁姿の女性のものなのだろうか。私は大柱に選ばれた。名誉なことだった。片瀬の先の小さな村の女が恩山の大柱になる。でも周りの巫女たちは泣いていた。いつまでも泣き止まらないから私が慰め役になった。私は大柱となる。黒沢という名字を授かった。黒沢？え？ひそかさん大柱？今日から柱になるまでのほんの短い間、私は、あ、違う、私は黒沢、なんて読むんだろう。まあいいや、黒沢なんとかさん、なんとかさんって、なんだ、札掛けに椿の文様が刻まれている。どこよこれ。建物の奥の方に水の中に作られた門が見える。この船が彼岸船だとしたら、あの門の向こうが水上の宮へとつながっているのだろうか。この建物のどこかにあの門を開く手段がきっとある。ちょい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 、いるのか。椿、あ、ここ行けないんだ。あ、奥なんかあるな。ふっ、やばい、気持ち悪いんよ。何回も何回も出てきやがって。ふざけんなよ。やばい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 。使っとるし、焦ってなんかあの必殺技のやつ使っちゃった。最悪。
くない？え、なんで消えた？急に消えたけど。え？何？どういうこと？なんで消えた？いい感じに濡れたな。あ、ここだな。オッケー。うぅ、びっくりした。カメラ構えたら突然出てきた。なんだよ、やっぱ濡れたままじゃやばいのか。回復しとくか。椿の札が使っ、椿の札なんだったっけ、札、ん、札書き、札鍵か鍵が開いたようだ。字が読めねえな。クソ、取れなかった。ちょいちょい出てくんな、幽霊的なやつが。これどうしたらいいんだ。ここは何もないのか。どこ？あ、何？人のようなものが吊るされている。いやー！急に出てきやがった、また。怖いよー。怖いというより、うざいな。あー、もう何で今取れんかった。こいつのさ、突進どうやって止めんの。定めてか。あった。オッケー。掛け札、百合の文様は刻まれている。どこ？どこ？あれどうしたらいいの？うわー、ガチの人やん。こーわ。あれ、なんか下ろしてあげられないのかね。今は取る時ではないのか。違う違う、これどこに行きゃいいんだ。鍵の場所がわからん。
あ、ここか。戻りゃいいのか。別にこっから行く必要ない。戻りましょう。怖いね、これ火とか誰がさ、絶やしてんの。絶やしてやない、灯してんの。久しぶり。攻撃力上げてるはずなのにな。こいついつになったら死ぬ。あ、死んだ。触れなかった。いつの間にかびちょ濡れやん。あ、いいけど。あ、違う違う違う、こっちこっちこっち。違う違う、まあまあ登ってもいいのか。登ってきただろう。ここか。こっちだ。この格好やっぱ寒そうだな。夏だったらまだいいけど。あれ？ここじゃないの？え、どっち？ここだ。ユリの、札鍵を、鍵受けに押し込んだ。鍵が開いたようだ。いらっしゃいませー。うわ、箱だらけ。これ出てくんだろ、絶対よ。うわー、やだ。最悪、お札が貼られた箱に黒い水が満たされている。水の中に何か沈められているようだ。もう絶対出るやん、もう。ガチかよ。こんな狭い部屋でさ。はっ！うざいって。薄暗い床に落ちている古文書を見つけた。うわ、開き、なんだ、開き箱の書。
力なき者を箱に入れてはならぬ。巫女の素質がなき者、あるいは弱き者を箱に入れれば箱に入りし黄泉の痛みに耐えられず潰える前に箱は開き隔離をのものとなる。黄泉濡れ隔離をのものとなった体は、あ、さっき何だったっけ、何て言ってたっけ、ちょっと待って、おすましや、おすましを入れし箱に、箱かな、もうわかんねえ、もう納め祭ることなく悲願へと流すべし。出てくんだろお前らよ、全部箱入ってるもんね、絶対出てくる。もう心の準備しとかんとさ、ここは開かない、開かないというか行くべき場所ではない。こっか、なんだなんだなんだ、あった、なんかもう一個あんな、まあいいや、とりあえずこれ取るか。 OK、 フィルム、何？あ、なんかある。こいつ調べる前に先にこっち。ちょちょちょ。これ取りたい。違う。オッケー。あ、強化レンズゼロ。自分の体力を少ないほど相手に与えるダメージが上がる。射撃に装備して霊力が溜まっているときに罰。あー、なるほどね。うわ、びっくそが、出てくんな突然、クソがよ、クソ、めんどくさいわ。これだな、これをこれにしよう。しつけえわマジで。あ、死んだ。オッケー。井戸の下に吊るされたむくろのようなものに何か光るものが引っかかっている。縄を緩めれば下の階に下ろせそうだ。縄を緩めた。下に落ちたのか。ってことはさっきのとこまた戻るんだ。気持ち悪いだろうね、この子。絶対出る。来いよ。どっからだ。お前だろ。来ねえのかよ。ああ、来た。扉が何か強い力で閉ざされている。やっぱりね、なんか出てきたよ。ほら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 。
可愛いのね。あ、もったいない。やばい、死ぬ。危な。これでいいか。いやー、どれだったっけ、これか。狭いのにさ、もううざー、本当にうざいわ。死んだのか。すげえうざかったわ。まあ、ちょっと乾かそう。あ、間違えた。よし、さっきの道だから、こっち行って、この階段か。この階段降りて、ちゃい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 。階段を降りてからの、ここか、ここだ。ここ入って、またなんか出るんだろうな、また。嫌だな、もう。落ちてやる。こいつさ、敵になったりせんよね。頼むよ。すげえ格好になってるけど。大きな鍵のようだ。黒い箱についている装飾に似ている。これどうやって行ったらいいんだ。こっち戻って、あ、行けないな、繋がってないや。ここ繋がってんのか。繋がってんのか。ここはなんとなく覚えてるけど、先進んでみるか。ごめんね。とりあえず先進むよ。霧がすごいね。水上を見つめる巫女。すげえフィルム、もったいないことしたな。何？水の向こうにひそかさんが。え？ひそかさん？大きな、なんだ、床場の赤な。
が並べられた水面の奥に水に浮かぶも水門に見える。水門の向こう側は一面霧しか見えない。奥へと誘う巫女。こっち？誘われたけど。いや、怖い。ああ。ここと繋がってんの？繋がってるというか、お、違うな。え？ここ来たことあるか？いや、ここ来たことないわ。誘われたっけ？来た見たけどさ。くぐる。何ですかこれは。何これ。うわ、なんか体操座りしてんのか。ちょい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 、何が落ちてんの。なんか落ちてんの。いや、怖いって。何も拾えないけど、まだここじゃないのか。ちょいちょ、もうなんか狭いとこで出てくる。嫌だ。うせえな。ああ、うざい。近いよね。体力がやばい。剣も使っとくか。ちっけえって。多分あそこはまだだったな。まあ、場所が知れてよかったってことにしとこう。
とりあえず戻って、ここまた通んのか。確実にボス出てくんな。絶対出てくるところやん、ボスが。ボスというか敵やな。どうせ開かないんだろ。ここで何も出てこないわけがないもん。絶対なんかが出てくる。あ、出てこなかった。逆に？ここで出てくるのか、もしかして。危ないから清めの火一応使っとくか。ちゃ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 、オッケー。はい、じゃあ箱を開けてみます。箱の鍵を差し込んだ。あ、鍵が開いた。何？くぐる。あ、ここに入れんな。え、あ、体操座りの人。うわ、膝を抱えた像の前に小さな箱が祀られている。中に札鍵が入れられているようだ。月。紙がなんか落ちてる。あ、危ねえ。で、これ像なのか、本当に。祭壇の上に古文書が置かれていた。見取りとか、見取りという文字が読み取れる。見取りとは人の思いと感情を引き受ける力。力の弱き巫女は触れることで、力の強き巫女は見ることで、そのものの思いと感情を引き受ける。見取りは隔離用の力。山の水に、濡れ、水に心を溶かし、水の一部となることで、その力はより強められる。死に近づくことでも力は強まり、すべてが分かるようになる。見取りは、見取り師思いが強いほど、巫女は強き柱となる。引き受けた思いは柱とともに箱に封印される。蓋が開き、思いが溢れ出すことは、薬剤を呼ぶ禁忌である。メモが更新されました。月ってどこだ。次どこみたいな指示がなかったけど。月？
やばい、わかんねえ。おーい、月っていうのはどこなんだい。説明くれよ。月がどこかわかんないよ。じゃないの。ここら辺どっかか。え、マジでどこ。どっか行くとこあったっけ。あ、ここか。ここじゃない。ここっぽいな。これ月だったっけ。いや、ここ月じゃないな。なんか桜となんとかって書いてなかったっけ。でも手がかりここしかねえな。行ってみるか。あれ、どこだったっけ。ちょ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 、ここは。とりあえず下まで。こっちか。こっちに移動して。あ、違う違う違う。月だったっけ。あ、月。二つの鍵をそれば開く。ヒントがないぞ。あれ、月の鍵取らなかった。あ、月の鍵取ってる。え、月の鍵取ってんのにさ、鍵か。次のヒント何にもないけど。ここ来たと、来たとこだもんな。え？なんだ。これ読んだっけ。あ、読んだな。え、
あれか、手がかりがあるとすれば、じゃあさっきのとこ、さっきのとこというか、あの巫女が誘ってきたなんか場所あったじゃないですか。あそこなのか。あれ、こっち階段、あれどう来たっけ。あ、こっち行ってからのこうか。いやね、ちょっと待って、いやー、ちょい、急に出てきやがって。こっちから行った方が早いか。こっちから行って。こっちから行。ああ、もううぜえの出てきた。一番嫌いやわ、こいつ。嫌い。あのさ、回避した後にさ、めちゃめちゃさ、すぐ来るのどうしたらいい？意味あかんねえ。絶対食らうやん、攻撃。本当に嫌なやん、こいつ。ガチで嫌いやわ。溶けろよ、すぐ。クソ野郎が。なに今のアングル何？ブルブルブルってなったけど。じゃないね、こっちだ。違う、こっちや。で、左か、こっちだ。あ、これで出てくるのか。あれ、さっきのとこどこだったっけ。ちょっと待って、道間違えてない？めちゃめちゃ道間違えとうやん。危な。
か。ここだ。あそこで一応巫女倒したけどさ、どうなんだ、また出てくんのかな。開けて、ここでしょ、ここしかないけど、ここだけど何かしてないのか。あ、これだ。違う。あ、ここか。出た。撮影した像の足元に隠されていた箱が現れた。中には花札、あ、花札じゃない、札影と文書が入っているようだ。来た桜。あ、水の流れる文様の入った白い本が入れられていた。巫女は厳しい修行によって死に近くなる。死に近づくほど自分の境界がなくなる。共鳴しやすくなる水のように。死に限りなく近いまま強い意志を保つことが巫女の務め。死に近づく、近くなればなるほど全てが分かるようになる。こうして初めて死にゆくものを見取ることができるようになった。死者は最後の強い感情を残す。その思いを残したままだと安らかに行くことはできない。正しく、隔離用へと渡るためには巫女の、介添えがなくてはならない。最後の感情を受け止め共鳴し、抱き続けること、それが巫女の役割なのかもしれない。膝を抱えた像の、膝を抱えた像、これが3人の巫女なのだろうか。巫女の像が持つ月と桜の2つの鍵が揃った。うん、戻るか。確実に何か出てくるだろうけど、出てきそうな匂いがプンプンしとる。ほらね、予想はしてたよ。これどうする？あれ、意外とどうした？バグか？最高だな。最高のバグが始まったか？あ、隠れた。動き始めたな。ああもううざ。これ無視できないのかね、マジで。Oh.
さ。危険よ。臭いマジ本当に。はい、成仏してくれんかね。臭いやん。いい加減。クソ女が。ダメだな、そんなん言っちゃクソ女とか言っちゃダメだ。あー口が悪いな。なんでここ閉まった？開いてたのに。で、こういった方がまあまあ近いっちゃ近いのか。とりあえず一旦濡れたままでいくか。なんか光ってた？光ってないね。あんたがもし敵になったらもう無視するよ。毎回毎回戦ってられねえよ。どの程度進んでんだこのゲーム。でもひそかさんに近づいては来てんのか。もうちょっとしたら終わりみたいなことなのかな。鍵開いた。うっ、ちょっと待って、一応使っとっか。べちゃべちゃのまま行くのはちょっと怖い。いろいろ落ちてんな。まずはフィルムだ。まずはね、まずはフィルム。 OK で、崩れかけた古い本棚に古文書を見つけた。山なりの書、箱へと入りし巫女は黄泉の中で眠りにつき柱となり、柱となりし巫女は眠りの中生と死の境界の存在となり、引き受けた思いと痛みを繰り返す。強き思いを抱えた柱はより強い痛みに耐えねばならぬ。痛みに耐えられぬ柱は箱の蓋が開き黄泉へと溶けゆく。柱がついえ血管が弱まった時、黒き沢っていうのがあるな。黒き沢が
鼓動し山鳴りとなる。山鳴りは巫女の鳴き声になり、新たなる柱を入れねば最悪が起きる。でこれか。何？写真に写り込んだ。水門が開き、その奥には水上の宮と思われる鳥が見えている。3人の巫女、水上を守る巫女の像が窓の外へと向いた。窓の外はあの水門がある方向。これであの水門が開いたのだろうか。膝を抱えた像の前に古文書が置かれている。三人柱という文字が読み取れる。かつて黄泉があふれし時、三人の強き柱が自ら身を投げ入れ、黒き沢は沈められた。その三人の柱はやがてついえ黄泉へと時計消えた。その姿は、隠れの宮に祀られ山を見守り続けている。三人の柱が潰れた後、再び黄泉が山から出ぬよう、五人の、箱の柱により、氷上山全体を結界の地とした。氷上山全体が現世と隔離用の境界となり、結界があるうちは黄泉は山から溢れぬ。とりあえずあれだな。でも黄泉はもう溢れようとしてんだ。柱がいないから。来たね。しつけって。君たちのおかげでさ、みんな助かったのはわかるけどさ、マジでしつこい。ストーカー並みやね。マジで嫌いやわ、しつこいの。うざい。射撃が反応している。開いてないけど。あ、これで使っちゃった。あ、開いた。水門が開いた。乗ろうか。向こうにひそかさんが。今これどのぐらいやってんだ。もう1時間経ったかな。